はい、どうも、さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、最大 20% 還元、7月11日からはセブンイレブンでお得なキャンペーンスタート、お得なのはどれということで、まあ、今回は以前にも動画にしました、7月11日から始まるセブンイレブンの 20% 還元についてですが、まあ、今回はこの LINEPay や PayPay、MelPay の3社のうち、どれがお得にお買い物できるかということで見ていこうと思います。ということで、早速まず PayPay からなんですけども、まず PayPay 残高、Yahoo マネーの方の場合は、20% 還元で上限が1000円、で5000円チャージで OK です。で、Yahoo ジャパンカードをお使いの方の場合は 19% 還元、上限は1000円で5263円チャージで OK です。で、ボーナス付与は決済日の翌月20日頃ということで、まあ通常の PayPay 残高もしくは Yahoo マネーをお使いの方であれば、綺麗に 20% 分の還元を受けることができますね。あとは PayPay の場合は通常の還元の 3% があるということと、あとこの中に PayPay チャンスがここに加わればさらにいいですね。次に LINEPay ですね。まあ LINEPay に関しては 20% 還元というよりかは、こちらの LINEPay のカラーによって還元額はバラバラになります。で、ご自身のマイカラーに関しては、確認方法として LINE のアプリを開いたら、ウォレットというところを開いて、上の金額のところをタップしたら、マイカラーというところが出てくるので、そこでご自身が何色かというところがすぐにわかります。そしてまとめるとこんな感じですね。一応こちらも上限額の1000円まで達するために、まあどれぐらいお金をチャージする必要があるのかというところなんですけども、まずホワイトの場合は 18.5% の還元で、上限額が1000円となると、まあ5405円をチャージということですね。で、レッドの場合は 18.8% で、なので5319円のチャージ。そしてブルーの場合は 19% で5263円のチャージ。そしてグリーンの場合は 20% なので5000円をチャージすれば OK ということですね。まあ、なのでまあグリーンの方であれば綺麗に 20% の還元を受けることができるんですが、ホワイトの方だと405円分多めに使うことになるので、まあ、あとはもう LINEPay に関しては還元の付与が決済してすぐに届くっていうのは嬉しいですね。メルペの場合はバーコード決済、そして ID の決済も今回は可能となってます。で、こちらは 20% 還元となってまして、上限額は1000円まで、なので5000円のチャージで OK です。で、ポイント付与は翌日に付与されるということになってます。で、メルペの場合は 20% 還元をしっかり受けることができるということと、翌日にポイントが付与されるという点においてはいいですね。ちなみにメルペだと後払いで支払ったらメルペ残高で支払う場合の手数料が無料なのでお得になります。で、今回の内容をちょっとした優先順位的にまとめると、まず 20% 還元をきれいにもらえる順として、PayPay と MelPay、そして LINEPay という順番で、一応 PayPay と MelPay に関しては 20% どちらももらえるので、同率1位としてます。で、LINEPay はカラーによって還元率がバラバラなので、こちらに関しては注意が必要です。そして特典が付与されるのが早い順として、1番 LINEPay、2番 MelPay、3番が PayPay ということで、LINEPay は決済したその日、メルペイは翌日、そしてペイペイは翌月の20日頃ということですので、まあ、どうしても還元が早く欲しいという方であれば、まあ、LINEPay もしくはメルペイの方が良さそうですね。ちなみに今回僕はペイペイだけを利用しようかなというふうに思ってます。まあ、1ヶ月に5000円もコンビニで使うことが特にないので、まあ、多分ペイペイだけで終わりそうな気がしますね。ということで今回は7月の11日からセブンイレブンで始まるキャンペーンのどれがお得かということでお伝えをさせていただきました。ぜひですね、ご自身に合った方法で試してみてください。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。